成功するか失敗するかぜひ目撃していただきたいと思います。もしダメだった場合は全部ショーンの責任にします。まずはリア王団体康則さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたし、立ちますかね。立ちましたね。座ったままで大丈夫です。はい、失礼しました。ありがとうございます。立つまでもなかった、失礼いたしました。私しゃべるんでしょうか。はい、はい、ご挨拶、意気込みをください。意気込みを一言。意気込み、はい、皆さんどうもありがとうございます。ようこそお越しくださいました。よろしく宣伝のほどお願いいたします。意気込み、ですね、ついにこの、シェイクスピアの、名作リア王、まさに今日から今から始まるんでございますが、意気込みはあるんです、あるんですけど、これね大丈夫でしょうか。成功したらすごい、とても、あ、成功するんですが、失敗したら失敗するんじゃないかと思って今ドキドキの状態でございます。ぜひ、この成功するか失敗するかぜひ目撃していただきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。リア王の娘、三女役コーデリア役を演じられます上白石さん、お願いいたします。はい、皆さん今日はお集まりいただきありがとうございます。コーデリアを演じております上白石萌歌です。ついに本日開幕ということで、こうすごくドキドキ、むしゃぶりのようなものをしておりますが、本当にあのショーン・ホームズさんの演出で今までに見たことがないようなリア王になっていると思います。本当に幕開けから、あ、これがリア王なんだってびっくりされた方も多いと思うんですけど、あの新たなリア王を目撃してほしいなと思います。よろしくお願いします。今日は皆さんようこそありがとうございます。ケント役の高橋克実でございます。ですね、まあ、この皆さんご覧になったのはあの始まって、本当にあの間もなく、40ページぐらいまでなんですけど、もう真っ白な舞台なんですけれども、この後また変わるんですけれどね、何に変わるかちょっと、見に来たらいいと思います。今まで見たことないような、なかなかの展開でございますね。はい、どうなるんだろうな、はい、ということでぜひいらしてください。はい、江戸川役を演じさせていただきます小池徹平です。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。あの本当にこの真っ白いこの世界からなんかどういう風に変わっていくのかなというワクワクをすごく感じるセットでありますし、よりなんかこのシンプルなセットだからこそ生々しいあのお芝居だったり迫力っていうものがすごい伝わると思いますので、ぜひ劇場で体感してほしいなと思っております。よかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。同じくグロスターの息子、エドマンド役玉置レオさん、お願いいたします。はい、エドマンド役の玉置レオです。お集まりいただきましてありがとうございます。リア王というダイナミックな、戯曲がショーンの演出によってものすごい緻密な作品に仕上がりつつあります。前代未聞のリア王になっていると思いますので、もしよろしかったら劇場に足を運んでいただいて目撃していただければなと思っております。よろしくお願いいたします。すみません、演出ですね。演出はですね、いや、あのショーンさんはね、いい演出家だなと思います。僕のともなんかこの感覚といいますか感性が割と合うような気がして、いい演出家なんでしょうけど、なんですが、やはりこの、私はセールスマンの詩をやったんですが、今回このなかなか、リア王というのは高い山でございまして、そこをの頂上に登るのはなかなかこれは大変、このルートをちゃんと示してはくれるんですが、そこに登っていく人たちも大変なんでございますが、あのルートを示す方も大変、ショーンさんも今回結構大変だと思いますが、あのそれを見事にこのルートを示してくれたと思います。ただ私の体力が、登り手の方がちょっと今滑落しそうになっている状態で、なんとかくれ登り切ろうと、なんとかの頂上に登ってやるぞというようなことで、ショーンさんの演出素晴らしいです。ただもしダメだった場合は全部ショーンの責任にします。素晴らしいです。失礼いたしました。斬新な演出、そうですね、確かに斬新な演出もありつつ、なんかそういうところもあるんですけども、逆に本当、ショーンさんのなんていうんですかね、
こう一人一人に本当に優しく懐の大きいあの器ですごく寄り添ってくださって、そして丁寧にこう一人一人にちゃんと向き合ってあの話してくださったりとかっていう、こうちゃんと皆さんでこう共有してっていう、なんかすごくなんかそういった一面もすごくあって、だからこそあのすごくみんなでこう信頼して、あの旦那さんがおっしゃったようになんか一つのゴールに向かってこう登っていくような、あの団結力っていうものがなんか生まれるんだろうなっていうふうに思ってて、すごい素敵な演出家さんだなと思っております。私はショーンさんとは初めましてで、あの偶然にも日本で公演されているショーンさんの演出の舞台は全て拝見しておりまして、あの拝見するたびにすごく古典的な戯曲にショーンさんならではのこう現代的な風を吹かせてらっしゃるイメージがあったので、今回のリア王はどんなショーンさんの風を私たちは浴びられるんだろうと思ってワクワクしておりました。あの今回もそうですね、なんかこう戯曲通りの言葉ではあるんですけど、こういう真っ白い空間とかこういう椅子とかもすごく斬新で、壁に物を描いたり消したりしていって、なんでしょうね、すごく現代的なようで、なんかこう時空がすごくどこにいるのかわからないような、なんかこうそぎ落とされた空間がものすごく素敵だなと思っておりました。でショーンさんの人柄は本当にあの物腰の柔らかい方で、あの一人一人に目線を合わせて接してくださいますし、私は初日からあのスタッフとかキャストの皆さん全員のことを下のお名前で呼んでいらっしゃったのがすごく心に残っていて、ああショーンさんとこうたくさん話し合って最後まであのリアを作っていきたいなって私も最初から思っておりました。私もショーンさんの演出すごく大好きです。やっぱりあのみんなが言っているように、すごいあのショーンさんの演出がすごく良くて、僕もあのサラリーマン、あ、セールスマン、いつもサラリーマンじゃん、セールスマンの人、桜の園を拝見したんですけど、やっぱりこうし、あこの人だったら何かものを作ってみたいなって思う方だったので、それに参加できたことはすごく嬉しくて、とにかくやっぱり思っていたようにすごいものをこう演劇を作る上で、本当にこう演出家だなって思う、まあ、これいろいろあると思うんですけども、非常にこの、もちろん紳士で、非常に一番いいのはとにかく僕が感じたのはそのステップを一つずつこうだあの上がっていくようなものを作っていく、こういう作り方をしてくれるので、僕たちもなんかすごくやってて、僕は特にあの安心して後ろからついていけるというか、ものを一緒になって作っていけるという気持ちになりました。とにかくあのやっぱりイギリスの方でやっぱりシェイクスピアを熟知している方なんで、そのシェイクスピアを持っているヒントとかそういったことがよく理解されているので、それをまた、人の僕に演出だけじゃなくて人の、まあ、ノートを言っていることだけでもすごく勉強になるし、すごいあの興味深いことをいろいろと教わりました。だまあとにかくこの舞台、見てお分かりだと思うんですけど、非常にこう今までとはちょっと見たことのないような、日本ではきっと作られないような、新しい、リア王ができたと思っています。新しい、扉が開いたのではないかと、ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。高橋さんもお願いします。400年前っていうか、まあ、あんまり変わらないことなんだなっていうのが、この稽古を自分がしてて、普遍的なものなんだなっていう、この物語のテーマといいますか、まあまず一つ老いがあって、であとはもうその親子の話という、やっぱりその娘を持つ男親っていうことで、今朝も些細なことで私あの娘にちょっと怒られて、いつもだと初日頑張ってパパなんつって背中を叩いてもらえるのがなかったんですね今日。それだけでもう今日ちょっとこう芝居に影響が出てますけれども、それぐらいやっぱりその400年前だろうが今だろうが、娘を持つ男親の気持ちというのは変わらないんじゃないかということで、以上です。ありがとうございます。玉木さんに質問です。大河ドラマ光る君へでも親子を演じられているお二人ですが、大河の撮影と舞台の稽古での、旦那さんの様子はいかがでしょうか。あ、先に一個言っておくと、大河ドラマでは親子なんですけど、今回は親子じゃないんです。そうです、失礼いたしました。いえ、大丈夫です。で、何でしたっけ、
旦那さんですか。はい、妙想。もう旦那さんはいつも旦那さんです。あの、なんでしょう、本当にどの役に取り組んでいらっしゃる姿も、どの現場でご一緒する姿もきちんと芯を持ってらっしゃって、でも同時にそのお芝居の中で、戯曲の中で、それから役、演じる役に関してをまるでこう散歩とか泳ぐとか、なんかそういうある種エンジョイでっていうんですかね、してるかのようにその作品とか役に取り組む姿を、僕はどの現場でも旦那さんの姿を、そういう姿を見てきたなと思っていて、すごいその姿が印象深いですし、ああこの背中を追っかけていこうと思える偉大な先輩だなと思っております。はい、確かに今までリアを私も蜷川さんでやったりもしたんですが、別の役ですが、今まで日本で上演されたもう数々の名優たち、名舞台が あったと思うんですが、まあそれとは違 う初めてのこの、リア王 その別の面からの捉え方といいますか、初めて、あ、今まで見たことないぞこのリア王はという舞台にはなっていると思います。それをここにいるみんなと、そしてまだ他にもいらっしゃるんですが、みんなで、そこへ向かって毎日稽古をしてまいりましたので、ぜひそのみんなの姿、そして、仕上がったリア王の新しいリア王をぜひご覧いただきたいと思います。今右側から徐々に徐々に内側へと目線が移動していきます。動画ですので少し動きをいただけると、今まもなく真ん中の方に目線が行きます。ただいま真ん中オフィシャル撮っております。徐々に左側へ目線をお願いいたします。はい、どう